うわ、やっぱコーラうめえ。やっぱ作業中はコーヒーだな。いいとこだ。うめえ、なんやこれ、うめえ。喉越し生ってめちゃくちゃうまいな、これな。よいしょっと、ああ、美味しかった。いやー、酒、ジュース、コーヒー全部最強だよな、本当に。いやー、もう水なんか飲んでらんねえよ、もう。よいしょ。水飲め、水、ほら、水飲め。はいよ、北野のフェルト、ハルくんです。もしも日常に飲む飲み物を全て水に変えたらどうなると思います？水は飲んだ方がいいんですよ。そうなの？そう。で、なんでかっていうのを、まあ、いくつか教えていこうかなと。はい。1、まずダイエット。ダイエット？だから体重が減るんだな。だからそのコーヒーだったりとか、そのジュース、炭酸飲料飲む、アルコールとかね。代わりに水を飲むことで、それらを持つカロリーを取らずに済むため体重が減ると助かる。で、しかも、水ってその空腹を抑える力があるし。だから、喉が渇いたとかいう時あるじゃん。で、あれを人間空腹と勘違いするらしいんだな。で、水を飲むと、まあ、その要は代謝が上がるんだな。で、水を飲むと、まあ、一時的に体温が下がると。で、そうなった時に脳がその下がった体温を上げるためにこう代謝を上げる指示を出して、そうなると体内のエネルギー消費が活発化するので、エネルギーを作るために脂肪燃焼が促され、結果的に脂肪が減り、ダイエット効果が得られる。心臓病を予防する、水飲むだけです。関係あるんです。これ研究結果出ていまして、1日コップ5杯以上の水を飲んだ人は、水をコップ2杯以下しか飲まなかった人よりも心臓病で死に至る確率が 41%。 41%、 やばい。5杯以上飲んだ方がいいと。次、これ女性に嬉しい、肌が綺麗になる。まあ単純にまあ乾燥、まあお肌に潤いを持たせるために水っていうのは大事らしいんですけど、その新しい水分が入ってくることによって腐敗物を出すみたいな、ああなるほどね、あるらしくて、そのサイクルでまあ綺麗になっていく。で、次これ嬉しい、快便になる。おお、マジ？スコーンっていくわけだ。便秘解消に効果を発揮するのは水で、こまめに水を飲むことで大腸が刺激されて、まあ、運動が活発に便が出やすくなると。いや、それめっちゃいいな。なるほどね。で、あとこれ、お金が貯まるらしい。お金？運気良くなる。単純にこれはあれだろうね、買わなくなるからだ。あー、それだね。2リットルでこう、さ、100円もしないぐらいじゃん、これ。確かに。ちょっとさ、自販機で100円のジュース買ってみたいな繰り返してるもん、俺。あー、まあそれがね、それを結局積み重ねると。確かに。なんとなく水はいいというのが、ちょっと水信者になりかけた。楽じゃん、水なんてさ。最悪家のさ、あれでもいいじゃん。あ、まあそう、まあでもやっぱミネラルウォーターの方がいい。あ、ちゃんとそういうのの方がいいんだ。そう、ミネラルウォーターのなおかつ常温がいいらしい。で、あと、じゃあ飲みすぎには注意らしい。やっぱそう、水中毒みたいなのあるから、なんか一気飲みして死んじゃったみたいな例とか聞いたことある。ということで、まあ、もしもね、今自分が飲んでいる全てを水に変えると、すごいっていうのが分かった。もう内面から綺麗になるよね。水はまあ飲まないで飲んだ方がいい。この間違いない。これは間違いないと思う。水生活したよ。水生活したよ。ああ、水生活。あ、なるほどね。いや、そしたら本当変わるでしょ、自分もね。心なしか。肌も少しずつこう綺麗になってきたのではといったところです。え、俺はビールが飲みたい。は？いや、俺はコーヒーも飲みたいから。俺は水をちゃんと飲んで、そっちも飲んで、まあ、相殺させて何も効果がなくなってるって。あ、なるほどね。ちょうどいいとこ、ちょうどいい現状維持で。